はい皆さんこんにちは村長ですチャット GPT ができてから村長の生活もそして音楽に対する考え方も大きく変わりました皆さんはもうチャット GPT 使っていますかまだという方はこの世界が激震していると言われグーグル社までもが緊急事態宣言を出すようなこの チャット GPT ぜひとも使ってください使い方とかはいっぱい検索していただくとサイトが出てきます今画面の右側に出ているのがチャット GPT の画面ですこれはですね AI がいろんな質問とかに答えてくれたりします今日はこれで音楽を作るその一例ですねもっとこれからは簡単になると思うんですが 今日できる僕が最大限素早くコード伴奏を作ってしまう方法というのを皆さんにお伝えします村長ミュージジックスタジオ先日もコード進行をチャット GPT に考えてもらうという動画を上げましたですからそちらの方はまた見てください。 今、画面にありますように、一つずつ説明をしていきます。一番上の行、ここですね。ここわかりますか簡単な8小節のメジャーのコード進行を作ってください。区切りは縦棒にしてください。としました。それは後で話しする左側に出しているソフトの仕様によるものです。ここで質問をすると、 このように答えを出してくれました。C- F G- A マイナー。そして小説間は縦棒で区切ってくれてあります。はい、ここのことですね。わかりますか。そしたらそれはそれでオッケーですとね。検索というかチャット GPT と会話するのにはこのオッケーですというのも一つの要素になると思うんですね。これでいいですよと。 これでは何も間違いがないですけれども、ここでハイフンはスペースに変換してくださいねというふうにしましたら、このように、はい、CFGA マイナーとかですね、こういうふうにコードを提案してくれました。これはもっと色々なこともできます。例えば、これをですね、ジャズっぽく変更できますかとこう入れてみました。 はい。いい感じですね。このようにですね、セブンスが入ってきたりしました。このように3番まで作りたいんだっていうようなことがあった場合は、3コーラスで作れますかとかですね。そういうふうにしたり、何小節で作れますかとか、キーはこうしてくださいとかいうようなことができるわけです。もう本当に万能にできますからですね。ぜひとも チャット GPT を使ってください。そうしまして、これができたらですね、今度は新しいソフトの話をします。僕はちょっとアイデアが出まして、じゃあ、このコードがスタジオ i o n e に貼り付けれないかなと思ったんですが、悲しいかなですね。このスタジオ1のコードトラックにはですね、このようにしてコードは打ち込めるんですけれども、このようにですね、 五度圏のサークルで入力もできるんですが、悲しいかな、ここにはテキストをコピーすることもできないんです。キューベースは若干できたと思うんです。えー、僕もちょっとしばらく使っていないので確実なことは言えないんですが、キューベースはコピペができたと思うんですが、これができません。えー、そこで、ん、どうしたらいいかな、ここに ミディがあれば、そのミディを和音にできる。それがあるよねと。じゃあ、ミディを作ればいいんだと思ったんですね。じゃあ、ミディを作るようなプログラムを作れないかなと思ったんですが、ちょっと検索をしてみたらですね、このようにですね、テキストコード2という Windows と Mac で使えるこんなソフトをですね、日本の人が考えてくれました。まあ、画面的にはこういうことで、 デグリーネームですね、1とか5とかそういう風なコードの指定もできますし AmBm とかいうような格好でもできてこれが無料なんです。そして有料のソフトとの違いというのはですねコード進行の再生変換および 解明表示と度数表示の相互変換はご利用できませんというふうになっているんですけれどもまあそれぐらいはいいのでこれをブースの商品ページで無料版と有料版がありますエムズクーブーさんという方だと思うんですけれどもこのように販売しております有料版の方は1000円です一応親切に無料版もありますので この無料バージョンをダウンロードしてインストールしましたら、それがこのソフトなんですね。そうしましたら、先ほどコードを作ってくれましたね。ちょっとジャズっぽくという風にしました。このコードをこのままコピーします。Ctrl-C で。そしてここに貼り付けをします。はい。こうするだけでコードの上を押すとこうやって音を聞くこともできます。 これを連続して再生することもできます。再生はショートカットもできますが、ここでコントロール P ですね。ちょっとやってみましょう。 これで音が鳴りましたよねこれを MIDI に書き出しまでできるんですですからファイルから MIDI 書き出しというのをしますここからもできますしここですねこの鍵盤の下にエクスポート MIDI というのもありますそしてちょっと先に余談ですけれどもこの小節区切りはこう縦ラインもしくはセミコロンですね これで区切ってくださいと。そして小説内の区切りはスペースですよというふうになっています。約束ごとに基づいてこのテキストは入れたわけです。そうしまして、ここに、そうですね、デスクトップに、MIDI のテスト2はい、さっき1っていうのしたので2というふうにしておきます。これで保存をします。 はい。今度は Studio One の画面に来ました。スタジオ i o n e の方では、ファイルというタブ、右側のエリアのタブですね。ブラウザーのエリアと言いますけれども、ファイルのタブを押しまして、このようにデスクトップというのがあります。最初はこんな感じになってると思うんですけれども、このデスクトップの中を見てみますと、テストですから、 パッと見てもしない時はここでこのデスクトップを再読み込みしてくださいそうしましたらここに MIDI テスト2というのがありますからそしてこの左側はね先日から僕がテンプレートの作り方とかいうふうにもしてましたようにちょっとここにですね MIDI ポリッシャーというこういうソフトを入れてありましてですねここのところにこの MIDI を ドラッグししまますここに持ってこれましたねそうしましたらちょっと簡単に言っておきますが例えばこのピアノピアノは入力がこのミディのポリッシャーから入力せよというふうにしてありますですからちょっとまずはピアノだけにしてみましょうはい こうしていますので、これでピアノの音が鳴るはずです。はい、素晴らしいでしょう。この。 チャット GPT で出したこのコード進行ですね。これをテキストコード2というソフトに読み込んで MIDI ファイルにして、そしてスタジオ i o 1に持ってきました。スタジオ i o 1に持ってきたら、ここに MIDI ポリッシャーというのを入れてありますので、これをルーティングさせることができます。そしてこのピアノですね。 ピアノの方にルーティングさせてこのピアノで演奏をしているとこのピアノには防具というピアノが入っています例えばちょっと伴奏のパターンを変えてみましょうはい、ここでスタイルというのを変えれますので鳴らしながら変えていきます 今ですねね左の領域が動きましたよ、ね、いわゆるキースイッチのところにまでこれがあるからなんですね、えー、これはオクターブを変えることによってこれを解消することができますここでオクターブ上げまましししょう10にしましたそしたら今度はこれを見ててくださいこちらはファーのところここを押したこのパターンでやりたいと思います。 はい、これでパターンを変えていきます。 このように演奏ができるわけです。いろいろインストゥルメントを入れてありますので、ドラムをオンにし、そして、えー、ギターなんかもオンにしてですね、あとはエクスパンド2、このシンセサイダーですね。シンセサイダーも今オンにしました。これでどうなるか聞いてみてください。 そうですかチャット GPT で作ってもらったコードがこんなににに簡単 DAW 持ってこれたわけですほとんどの DAW でこれは実現可能ですので是非とも皆さんにやっていただきたいですしこのコードもですねここでこの上のところにピュッと上げるだけでですね、まあ、コードもこのように表示することができます。 どうでしたでしょうか。短い動画イコールこんなに簡単にできるということですので、ぜひとも挑戦してみてください。チャット GPT もうこれは本当に音楽の世の中も変えると思います。コード指南もすぐに変えてくれます。一部分だけそういうこともできますし、例えば途中での転調というのも先ほどもやってみましたけれども、それも上手に 転もししてくれましたこちらが要望するようにプロンプトを入れるだけでどん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 できてきますので是非ともやってみてくださいそして動画を見てもどうしてもわからないという方はオンラインのレクチャーもやっていますのでそんなに費用もかかりません困難を覚えるぐらいは1時間2時間で全部覚えれるようになりますので よかったらそんなご相談も受け付けています村長スタジオでした